できないとやばいです。くびれ足痩せできません。上向きに寝てスマホ見ながら両膝を90度に曲げて右に倒します。外ももを床につけた状態で膝同士つけて左の肩甲骨が床につきますか。つかないとやばいです。膝同士は離しちゃダメです。反対もやってみましょう。膝つけたまま左に倒します。外もも床につけて右の肩甲骨が床につきますか。膝同士離しちゃダメです。1回で変化出るので楽しみにしててください。まず膝曲げたまま足持ち上げて足パカしましょう。閉じる、開き切る、閉じ切るです。スピードは重要じゃないです。普段動かさない範囲まで開き切ってしっかり内もも使って閉じ切る。腰が痛い方、空いてる手をお尻の下に入れてちょっとねお尻を持ち上げてあげると負担が減ります。頑張れる方は下っ腹力入れてお尻がこうやって床から浮くぐらいしっかり持ち上げた状態で限界まで開き切る、閉じ切る。最初に行ったね骨盤周りのチェックできなくても大丈夫です。1回で変化出ますので楽しみにしてください。 OK です。そしたら1回足を下ろして皆さん大好きな自転車漕ぎやっていきましょう。なるべく高い位置で自転車を漕ぐイメージです。スピードよりも普段動かさない範囲で大きく回す、なるべく高い位置でやることを意識しましょう。腰が痛いよって方は空いてる手お尻の下に入れるとだいぶ負担が減ります。なるべく高い位置です。呼吸止めないようにしましょう。下っ腹、股関節の付け根も動かすイメージです。しっかり下っ腹力入れておきましょうね。頑張って頑張って、きつかったらね各種目の最後の10秒サボったりとか再生速度調整しても大丈夫です。呼吸止めないようにあと少し頑張って、よし OK。 一回足を下ろしましょう。これで左足を右こっちにねじります。左膝床につけて、左肩も床に近づけましょう。左の押し腰尻腰背中この辺が伸びてれば OK です。筋トレではなく休憩ストレッチなので、まあ、お尻、腰、背中が緩く伸びてれば OK です。膝は床につけたままで、肩甲骨をね、なるべくこう床に近づけるイメージです。どうでしょう、伸びてる感じありますか？腰、お尻、背中。呼吸をね、止めないようにしましょう。最初に行った柔軟性チェックできない方は、お尻とかね、腰、背中の柔軟性不足の方が多いです。しっかり最後まで頑張りましょう。OK。逆行きましょう。右足を左、こっちにねじります。膝を床につけてこの右肩甲骨を床に近づけます。右のお尻腰背中この辺伸びる感覚があれば OK です。でこの後ねちょっとずつきつい種目も入っていくんですが、ズボラストレッチはね週に1回でもできれば習慣化です。毎日ね頑張れたらもちろんいいですが、毎日頑張る必要も無理にはないです。自分ができる範囲でね頑張っていきましょう。もしきつかったらね、各種目の最後の10秒サボる、もしくはね、YouTube 再生速度変えれますので、再生速度をね、変えながら、自分でやりやすいペースで完走してみてください。OK。そしたら次はですね、膝90度ぐらいに曲げて、膝同士つけておきましょう。その状態で、お尻を持ち上げる、下ろす。お尻を持ち上げる、下ろす。早く上げることは目的じゃなくて、しっかり裏ももお尻の筋肉使ってお尻を持ち上げる。持ち上げた時に空いてる手で裏ももお尻触って、あ、硬くなってるなって感覚があれば OK です。なるべくね膝同士つけておくことで内ももも一緒に効きます。頑張りましょう。これ NG パターンはあんまりねお腹をこうやって突き出して腰が反っちゃうのは NG です。ゆっくりでいいので裏ももお尻意識しながらお尻を持ち上げましょう。 OK。そしたら次は、膝曲げたままですね、右足だけ上げます、下ろします、上げる、下ろす。しっかり付け根から上げるイメージです。前ももをなるべくお腹に近づける。呼吸は止めないようにしましょう。早く上げるっていうよりも普段動かさない辺までしっかり上げ切ることが大切です。でできたらですね前ももよりも付け根下っ腹の筋肉意識して足上げると良いと思います。どうしても前ももばっか使っちゃうよって方は空いてる手でねこの付け根の筋肉こうやって触ってあげると良いんじゃないかなと思います。ラスト1回しっかり上げ切る。 OK。 逆左足いきます。ついてきてますか。しっかり前ももなるべく高く上げる。前ももの筋肉っていうよりはこの付け根の筋肉を使うイメージです。ス
ピードよりも普段上がらない範囲まで上げ切る、頑張って。あの結構ね、この YouTube のストレッチ動画、このズボラストレッチをスマホで見てる方多いんですが、個人的にはねパソコンとかテレビで見るのがおすすめです。そうするとこうやって手が両手開けますし、何より大画面の方が絶対見やすいの で見方が分かんない方はね、テレビ、YouTube の見方とかって Google 検索したら見方出てきますので、ぜひね、スマホでやりづらいよって方はパソコン、テレビ使ってみてみてください。OK。そしたら次は、右股関節大きく回します。内から外に回します。内から外に。ご自身から見て反時計回りですね。で、これもスピードっていうよりは、普段動かさない範囲で大きく動かすことが目的です。呼吸は止めないようにしましょう。で、股関節ゴリゴリなるよーって方は、痛みがなければ大きく回して大丈夫です。痛みがある場合は、ゆっくり小さく痛みない範囲で回していきましょう。スピードよりも普段動かさない範囲で大きく回すことです。きつかったら各種目最後の10秒サボっていいですからね。で、無理に毎日頑張れるも週に1回でも習慣化。これがめちゃめちゃ大切です。OK です。これで次、左股関節回していきます。こっちも同じように内から外。これはご自身から見て時計回りですね。時計回りに普段動かさない範囲で大きく回しましょう。痛みある方は痛みない範囲で回していきましょう。基本的にね、ベッドでもヨガマットでも絨毯の上でもどこでもズボラストレッチできますので、ぜひやりやすいところでやってみてください。ただね、最近やっぱりこうすごい痩せたいって意欲が強い方が多くなってきて、早く痩せたいって声が多いので、概要欄でね、教科書とかブログとか、ラジオとかね、サブチャンネルとか全て無料で配信してますので、ぜひね、興味ある方は概要欄から見てみてください。呼吸止めないようにしましょう。なるべく大きく回します。 OK。 そしたら次はですね、右足を左足こんな感じで乗せます。で、この状態でお尻を持ち上げる、下ろす、お尻を持ち上げる、下ろす、繰り返していきましょう。左の裏ももお尻の筋肉を使ってます。空いてる手で左の裏ももお尻触って、あ、硬くなってるなって感覚があれば OK です。これもスピード勝負じゃないです。自分ができるペースで OK。 左の裏ももお尻意識しながら上げる。で、これ片足でやってるので結構きついと思います。きつい方両足ついて、これでも OK です。できる人は片足で頑張りましょう。呼吸は止めないで、きつかったらサボっても OK。 普段使わないこの裏ももお尻しっかり使って頑張って、よーし OK、 よく頑張った、素晴らしい。で、逆いきます。左足を右足乗せましょう。この状態で右の裏ももお尻意識して、お尻持ち上げる、頑張って。裏ももお尻こうやって触って使う感覚ありますか？結構ね、裏ももお尻の境目がないって方も多いんですけど、セルライトとかね、そういう方は単純に裏ももお尻の筋肉使わなすぎって方がほとんどです。日常生活だけだとね、まず裏ももお尻使わないので、こうやって意識してね、裏ももお尻を使うっていう動きを寝ながらでもいいのでやってあげると良いと思います。で、使う感覚ないよって方はね、触りながら意識して練習してるうちに感覚出てきますので大丈夫です、安心してください。 OK。 そしたら次、膝伸ばして肩幅よりちょっと広めに開きましょう。で、つま先を内外にねじっていきます。休憩ストレッチです。この股関節付け根から動かすイメージです。呼吸止めないようにしましょう。どうでしょう、皆さんついてきてますか？途中途中でね、ズボラストレッチなんで間に休憩の種目もあるので、きつくてダメだって人も安心してください。途中途中ね、こうやってサボりながら一緒にやりましょう。で、この次の種目から横向きになります。スマホの方はね、スマホを持って右向きに横向きになりますよ。呼吸を止めないでしっかり付け根から動かす。OK。 そしたらスマホを持って右向きに横向きになりましょう。スマホは顔の前、こんな感じで置いておきましょう。で、膝は90度ぐらいに曲げておきましょう。この状態で膝同士離す、戻す、膝同士離す、戻す。 NG パターンは上半身がこうやって動いちゃうと NG です。上半身固定したまま膝だけ離す。で、これもね、急いでやると全然効きません。ゆっくりでいいから、お尻の横、ここを意識しながら上げる、戻す、上げる、戻す。呼吸止めないようにしましょう。枕あった方が楽だった方は枕使っていいですからね。スピードよりもしっかりお尻の横を意識すること。あと2回、ラスト1回一緒に頑張りましょう。上げ切る、 OK。 そしたらこの右足ちょっと前に持っていきましょう。
で、この左足、真上投げる、下ろす、真上投げる、下ろす。このお尻の横、意識しましょう。ふぅ、頑張って。きつい。ふぅ。お尻の横を使う感覚ありますか？前もも外もも多少は使っていいんですが、どうしても前もも外ももばっかり使っちゃう方は、ちょっと膝曲げてね、こうやってやるとお尻の横効きやすいと思います。頑張って、呼吸を止めないで。ふぅ、きつい。きつい人はね、サボりで大丈夫です。よし、オッケー。そしたらこの右足は前に出したまま、左手で左足首をつかみます。こんな感じです。左の前もものストレッチです。左前もも伸びる感覚あれば OK なんですが、あんまりこう無理してね、こうやって反り腰になっちゃうと NG です。逆にね、お腹ちょっと力入れて、お腹引っ込めながら、わざと猫背作りながら、前もも伸ばすくらいの方がおすすめです。ただね、お腹引っ込めながら前もも伸ばすって言って難しいと思うので、結論、前もも伸びてればそれで OK です。呼吸止められるしましょう。いまいち伸びないよーって方は、もうちょっとね、つま先の方を持って、つま先をお尻に近づけたりすると良いんじゃないかなと思います。オッケー。そしたら右足、こうやって前に出したまま、左足をですね、上げて、つま先を真上向ける、戻す。つま先真上向ける、戻す。このお尻の横を使うイメージです。これも NG パターンは、上半身が動いちゃうと全然効きません。上半身固定したまま、つま先真上向ける、戻す。多少膝曲がってもいいです。お尻の横、ここを使うことが目的です。呼吸止めないようにしましょう。頑張って。どうでしょう、お尻の横を使えてる感覚ありますか？これ地味にめちゃめちゃきついので、きつい方サボってくださいね。きつい。ラスト一回しっかり真上向ける。オッケー。そしたらですね、次は左手をこうやって左肩に添えて、大きく後ろ回しです。後ろ回し。なるべく大きく。普段動かさない範囲で回しましょう。最初にね、行った柔軟性チェック。この肩周りとか背中が硬い方もね、体をねじるという動き苦手なので、しっかり肩周り、背中周り動かしていきましょう。普段動かさない範囲で大きく回すことがポイントです。肩バキバキなりよーって方もね、痛みがなければ大きく回しいです。痛みがある場合は、ゆっくり小さく痛みない範囲で回しましょう。で、この次の種目から逆向きになりますので、スマホを持って寝返りを打つ準備しておいてください。ラスト1回大きく回して、OK、寝返り打ちます。左向きになりましょう。そしたらスマホは顔の前に置いておきましょう。膝はこんな感じ、90度に曲げておきましょう。そのまま膝同士離す、戻す、膝同士離す、戻す、繰り返していきましょう。このお尻の横を使う感覚ありますか？ NG パターンは上半身が動いてしまうことです。上半身固定したまま膝だけ離す、戻す、膝だけ離す、戻す。呼吸止められるしましょう。このお尻の横ね、使う感覚ないよって方はこうやってトントンしたりとか、もしくは手を当てて、意識しながらやってあげるとちょっとずつ感覚出てきます。OK です。次、左足前に出して、この右足、真上に上げる、下ろす。真上に上げる、下ろす。このお尻の横を使う感覚ありますか？ふぅ、頑張って。きつい。どうしてもね、前もも外もも使っちゃう方いると思うんですけど、メインがお尻の横だったらそれでいいです。多少膝曲げてやるとね、前もも外ももよりもお尻の横効きやすくなってくると思います。頑張って。きつかったらサボってもいい。ふぅ。OK です。きつい。ふぅ。よーし、OK。そしたら次はですね、右手で右足首掴みましょう。右の前もものストレッチしていきます。右の前もも伸びる感覚があれば OK です。後ろにね、足をぐっと引くと伸びるんですが、腰がこうやって反っちゃうと NG です。わざとね、お腹引っ込めて猫背を作っておくぐらいの方がおすすめです。余裕ある方はつま先の方を掴んで、もうちょっと後ろに引いてもいいと思います。ただまあいろいろ僕難しいこと言ったんですが、結論ね、右の前もも伸びてればそれで OK です。どうしてもね、結構細かいこと、なんかもうちょっとこうした方がいいですかとか、質問してくださる方いるんですけど、まあまあ、ズボラストレッチはね、そこまで気にせずに、前もも伸びてればそれで十分だと僕は思います。OK。
そしたら膝曲げたままですね、右足を伸ばして、でつま先真上向ける、戻す、つま先真上向ける、戻す、お尻の横、ここ使ってれば OK です。ふー、きつい。皆さん大丈夫ですか？ついてきてますか？僕もだいぶバテてきたんですが、お尻の横ここ意識して、上半身は固定ですよ。で結構ね、冬は暖房つけていいですか、夏場はクーラーつけていいですかって質問来るんですけど、もちろんね、質問、クーラー暖房つけて OK です。自分がやりやすい範囲で、習慣化しやすいね、質問にしてやりましょう。僕はね、こう撮影の時にガーっていうクーラーの音が入っちゃうの嫌なんで、特にクーラーも暖房もなしやってますけど、皆さんはつけて大丈夫なので安心してください。 OK。 そしたら足曲げてこんな感じで楽にしといて、右手を右肩に添えましょう。これで大きく後ろ回しです。普段動かさない範囲で大きく回しましょう。で、こう肩ね、回してバキバキなるよーって方も、痛みがなければ特に問題ないです。痛みある方はゆっくり小さく、痛みない範囲で回しましょう。スピード早くね、こう回すっていうのも、普段動かさない範囲でなるべく大きく回すことが目的です。ストレッチはね、普段しない動きをすることが大切です。で、この次の種目からうつ伏せになりますので、スマホ持ってうつ伏せになる準備しておいてくださいね。 OK、 スマホ持ってうつ伏せになりましょう。スマホはね、こうやって顔の前置いておきましょう。そしたら両手を耳の横ついて、上半身グッと起こします。腹筋のストレッチです。腹筋伸びますか？腰が反って痛いよって方は、こんな感じで肘ついてちょっと顎持ち上げる。これでもね、腹筋が十分に伸びるはずです。頑張れる人はね、しっかり肘伸ばして、ちょっと顎も上持ち上げると腹筋伸びてきます。ただ腰痛い人絶対無理しないでください。で、くびれ作るにはね、背中とか腰周りの筋力大事なので、今からそれやっていきますよ。よし、 OK。 一回ベチャッと寝ましょう。そしたらね、みんな大好きスーパーマンっていう種目です。手と足を同時に上げます。この状態でキープです。ふー、キープキープ。お尻、背中、腰あたり使ってる感覚あれば OK です。頑張れる人はなるべく高い位置で上げて、きつい人は一回下ろして上げて、下ろして上げて、これでも OK です。腰が反っていたい人は絶対無理しないで。お尻、腰、背中の筋肉意識して使ってます。きつかったら下ろす、上げる、下ろす、上げる、これでも OK です。頑張って、ふー、腰痛い人絶対無理しないで、呼吸止めないで、頑張れ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 、あと少し、よし、 OK、 下ろします。大丈夫でしたか？腰痛い人無理しないでくださいね。次、スーパーマンクロスです。右手と左足上げる、左手と右足上げる、これ交互にやっていきましょう。これも背中、お尻、腰使います。頑張って、ふう、交互です。対角線上に手と足を上げていきます。頑張れ、ふう、ふう、ゆっくり自分のペースでいいですよ。スピード勝負じゃないですからね。肩腰痛い方絶対無理しないでください。ふう、頑張れ頑張れ、きつかったらサボっていいですからね。ちょっと僕もだいぶ今回はきついです。ふう、頑張って、あと少し、よーし、 OK。 最後、上半身ベチャッと寝かして、休憩ストレッチ終わりにしましょう。左足を右こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここをね、伸ばします。で、つま先誰かに引っ張られてるイメージで、斜め後ろにぐーっと伸ばすと、左のお腹ここ伸びてきます。で、上半身が浮いちゃうと伸びません。上半身はベチャッと寝かせましょう。どうでしょう、伸びますか？つま先誰かに引っ張られてるイメージで、斜め後ろにぐーっと持っていくと、ここが伸びてきます。腰痛い人無理しないでください。で、これね、僕ね、やたら腹筋のストレッチってどの動画でも入れてるんですけど、腹筋の柔軟性がないことで、くびれができない、お腹痩せしない、下っ腹がへこまない人結構多いので、しっかりね、腹筋もストレッチしていきましょう。呼吸止めないようにしましょう。 OK。 そしたら逆足いきます。上半身ベチャッと寝かしていただいて、右足を左こっちに持ってきます。右のお腹の前面ストレッチしていきます。右のつま先誰かに引っ張られてるイメージで、後ろにぐーっと持っていきましょう。伸びない方はしっかり上半身寝かしといて、ちょっとね、角度変えたりしてみてください。でね、こう YouTube ってデータで見れるんですけど、最後までね、頑張る人、そんなにみんながね、みんな最後まで頑張るわけじゃないんです。だから、ここまで頑張った方はもう全然ズボラじゃない、素晴らしいですよ。ただね、早く痩せたい、なんとか、例えば
なんかのイベントまでに結果出したいっていう方は、概要欄にね、おすすめのお腹痩せ、足痩せ両方貼っておきますので、ぜひそちらね、この終わった後、そのまま追加でやっていただければと思います。あと最近ね、サブチャンネルもメインチャンネルと同じ日に動画上げてますので、ぜひ概要欄から見てみてください。OK です。お疲れ様でした。よく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もしこの動画良かったら、メインもサブもチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。